フラットアース地球平面説。僕は、このフラットアース説を知るまで、僕のスタンスでは、物事を判断する基準として、実体験っていうのが、僕は一番重要視してきたはずなんですよ。いろいろな情報、テレビからの情報、誰かから聞いた情報、いろんな情報があって、それをどういうふうに判断するはいいんですけど、極力、ちゃんと信じるなら、実体験したこと、それ以外のことは疑いを持っておこうっていうんですかね。保留にしておくっていうのか。まあ、注意状態っていうんですかね。しかし、僕は実体験したわけでもないし、確たる証拠を得たわけでもないのに、地球の形に関してはもう球体であると決めつけてしまっていたんですよ。これフラットアセッツってそのことに気づかせてくれたっていうのが僕はすごく新鮮だったんですよね。あれ、自分の基準やったらこれ、信じきったらあかんやん。っていうことやのに 信じきってしまっていたというか。なんか、アハ体験的な感じっていうんですかね。なんかそういうところが、僕はこのフラットアーセツとアートとの、こう、共通性が結構僕には感じられる部分があるんですよね。アートでもそういうふうな体験させてくれる作品とか、こう、時々あるんですよ。あ、そういう考え方だったの？みたいな。僕の中になかった文脈っていうんですかね。ああ、それは面白いねと。まあ、そういう意味で僕はフラットアセッツってアート的だなというふうに思っていて、僕は面白いなと思っているんですけど、僕は平面だと思っていないんですよ。なので。僕のその判断基準は、僕が実体験して確かめたこと以外はこうわからないと。判断できない。僕のこの基準からいくと、地球の状態は判断できない。っていうことになるんですよね。まあ、球体派であろうが平面派であろうが、いろいろな情報を持ち出してはくるんですけど、そのどれもが僕の基準を満たしていないんですよ。実体験して見てみたっていう基準と照らし合わせて、信用するに足りるかって言ったら足りない情報しか出てこないんですよ。球体派であろうとなんですよ。NASA の情報であろうとなんですよ。僕にとって。だから、そういう意味でこのフラットアセッツって僕はすごく面白いんですけど、僕はちょっと苦言を呈したいというか、僕は一方、フラットアセッツに興味はあるんですけど、地球が平面であるか球体であるか確かめようっていうぐらいの気概がないんですよ。そこまで興味持ってないんですよ。別にどっちでもええわと。僕はそんなことより、自分のアートを追求する。自分、アートとはどういうことか。自分はどういうことを表現するべきか。こういうアートに関しての、僕は人生のリソースを使うことの方が僕は大事なんですよね。アートに関してはマジで追求してるっていうのか。これこそアートでしょと。確かめようとしてるっていうんですかね。真実を知ろうとしてるっていうのか。でも本気でアートに取り組んでるんですよ。しかし、現状日本でフラットアーサーと名乗っている人たちっていうのが、本気度が全然見えないんですよ。残念ながら。僕が美術に取り組んでるほどの本気度が、そういう人たちにあるのかって言ったら、全然感じられない。分かってないんじゃないんですかと。平面かどうか確かめる方法っていうのは、ネットから情報を拾うことじゃないんじゃないんですかと。情報がなければ、確かめ方を編み出すであるとか、いろいろあると思うんですよ。確かめに行くであるとか、ロケット飛ばしてみるであるとか。そう、本気度が全然感じられないんですよね。僕はガチで美術をやってるので、美術家であると名乗ってるんですよ。ガチでフラットアーサーだと言うなら、フラットアーサーだと名乗っていいと思うんですよ。ガチで平面を証明してやると思って活動してる人っていうんですかね。だから僕はそういう風に見えないんですよね。日本のフラ、海外にはいるかもしれないんですけど、そこまで興味を持っていないので調べていないんですけど、なんかフラットアーサーですって名乗っている人たちって、ガチでやってます？と。本気なんですか？それと。なんか、世の中本気で物事に取り組んでいる人見たことあります？って僕はちょっと問いかけたくなるというか。サッカー選手でも何でも野球選手でもいいんですけど、ガチでやってる人ってどういうことか。何々であると名乗ってる人ですよね。自分はこれなんだって名乗ってる人って、結構みんなガチでやってますよと。なんか、ガチさが見えないんですよね。
だから、人々の心を動かさないんだと思うんですよ。ガチでやってるように見えないから。僕はそこにちょっと苦言をこう感じるっていうんですかね。フラットアースに興味持って、そういうフラットアースの人たちが言説には興味は出たんですけど、そのどれも自分で引き出してきた情報じゃないじゃんと。実体験して割り出した確信のある情報じゃないんじゃないですかと。誰かが確かめて、誰かがひらめいた情報なんじゃないんですかと。なんかそれって僕は全然本気度を感じないんですよね。僕は真面目に美術やってますけどね、って思うんですよね。僕が本気でフラットアーサーなら、もうガチでやるかなと思うんですよ。僕はそこまでフラットアースに、この人生のリソースを使いたいと思わないんですよね。それは多分才能だと思うんですよ。でも僕は美術を追求するっていう才能はあったんですけど、フラットアースを追求するっていう才能はなかったんですよ。興味はあるんですけど、別に。だから、それを研究して確かめようとしてる人は、本気でやってほしいなと思うんですよね。で、本気でやって、その、ものすごい信憑性の高い情報を、何か面白い情報、新しい情報を、僕ら興味を持っている人たちに、こう、フラットアーサーと名乗るなら、こう、提示してほしいんですけど、まあ、今のところ、誰かの情報が、こう、順番に伝わってることしかないんですよね。いいんですけど、別に、その、地球の形状がどうであったからって、僕は僕の人生をしっかり、生きていくことができてきたし、これからもできていくと思うので、どっちでもいいんですけど、興味ある側からしたら、真面目にやってくださいよと。教えてよ答え。フラットアーサーと名乗るならっていうんですかね。今のところ趣味じゃないんですかと。まあ別に趣味で全然いいと思うんですけど、ちょっとそういうことを感じてしまいましたという話でした。以上、芸術を動かす。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はっ。